皆さんこんにちは、まめです。このチャンネルでは最近よく耳にするキャッシュレスのお得な使い方だったり、ちょっとね裏技的な使い方なんかもご紹介していけたらいいなと思っています。まず今回は基本編ということで、 PayPay とか LINEPay、ApplePay、折り紙 Pay、 なんとか Pay っていろいろあると思うんですけども、結局どれが一番いいのというところをお伝えできたらなと思います。そもそもキャッシュレスって2種類あるのご存知ですか？非接触型の決済と QR コード決済というのがあります。まず非接触型の決済です。クイックペイ、ID、スイカがこれに当たります。レジの横にこのロゴマークが置いてあったりして、見かけたことのある方多いと思います。電車なんかで使うスイカもこの非接触型の決済になります。でちなみになんですけども、 Apple Pay、これも非接触型の決済でしょうか？実はこれ違うんですね。 Apple Pay というのはスマホでクイックペイ、ID、スイカ、そういった決済機能を使うことができるようにする機能のことです。だからお店では Apple Pay でというよりかはクイックペイで、 ID で、スイカでと言わないとレジの人が困っちゃうということです。では次に QR コード決済、 PayPay、LINEPay、auPay、 折り紙 Pay、 楽天 Pay、 D 払い、一つ一つ説明していくと、まず PayPay、 こちらはネット決済には対応しておらず、銀行口座から直接チャージすることができます。特徴としてはキャンペーンの規模が大きいです。去年100億円あげちゃうキャンペーンで、今年に入って第2弾100億円あげちゃうキャンペーン、とにかくインパクトが大きいキャンペーンをすることが多いです。あとは対応店舗、実はかなり多くなっています。どん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 増えています。で最後、ポイントを銀行に出金できる、これね結構すごくて、まだねこの機能自体は使えないんですけども、すでに PayPay のスマホのアプリでは予告していて、 PayPay で購入した時にもらったポイントを、銀行に出金、つまりお金にすることができちゃうっていう機能ですね。これは今のところ PayPay にしかない機能です。次が LINEPay ですね。LINEPay はネット決済にも対応しているし、銀行口座からのチャージもできます。特徴としてはキャンペーンが多いです。特にコンビニなんかとコラボして、ローソン限定で 20% 還元キャンペーンだったり、ファミリーマートとコラボして 20% 還元キャンペーンだったり、ところどころで 20% 還元のキャンペーンをやることが多いですね。あと友達と割り勘送金できる機能があります。だから友達同士で使うんだったら LINEPay をすごくおすすめします。友達とね大人数でご飯行ったりして、割り勘で困ったことないですか？小銭が足りないだったり、1万円札しかないだったり、 LINEPay だったらそういったことは一切なくって、全て電子決済で済ますことができます。あとの特徴としてはオートチャージ機能があります。これは銀行口座からのチャージ限定なんですけども、 LINEPay にチャージしているお金の残高が少なくなってきたら自動でチャージしてくれる機能ですね。これなんか僕も使っていて、僕の場合は残高が1000円下回ると1000円追加するというオートチャージ機能にしています。金額はね自分で好きなように設定することができます。次が auPay です。これはまだサービスとしては始まっていないです。今年の4月からスタートします。 au の携帯を使っているユーザーさん限定でサービスを始めるみたいですね。あとこれは au の社長さんが言ってたことなんですけど、1000億円規模のキャンペーンをするかもしれないそうです。 PayPay を超える大規模キャンペーンの予感ですね。折り紙 Pay、 ネット決済には対応していません。銀行口座からのチャージには対応しています。で他とは少し違うキャンペーンをすることが多いです。例えばケンタッキーの半額キャンペーンだったり、日本タクシーの初乗り運賃がタダになるキャンペーンだったり、他とはねちょっと色味の違うキャンペーンをすることが多いです。あとの特徴としては、決済した後にポイントがもらえるわけではなくって、その場で割引がされます。つまり100円の買い物をした時には99円の買い物として決済されることになります。あとはセキュリティレベルが高いですね。これはね QR コード決済を今後使っていく上で結構大事になってくるポイントだと思います。次は楽天ペイですね。楽天ペイはネット決済に対応しています。ただ銀行口座のチャージは対応していません。あくまで楽天のクレジットカードを使ってくださいというスタンスですね。利用者数はナンバーワンです。あとは楽天で買い物した時にもらえる期間限定ポイントをお店の QR コード決済として使うことができちゃいます。でさらにその買い物でも楽天ポイントが貯まります。
で最後は D 払いですね。こちらも楽天ペイと同じでネット決済には対応していますが、銀行口座のチャージは対応していません。で D 払いの特徴としては、ドコモの携帯を使っている方なら毎月の携帯料金と合算して請求されますよというところですね。あとは D ポイントは貯まります。 D ポイントってね、結構使えるところが多かったりするのでお得かなと思います。あとはこれ最近知ったんですけども、 Amazon で D 払いが使えるようになったそうです。 Amazon でねよく買い物する方なんか使いやすい決済になるんじゃないでしょうか。では最後に豆的おすすめランキングを発表したいと思います。まずは第3位ですね、折り紙ペイ。QR コード決済って結構似通ったキャンペーンをすることが多いんですけども、折り紙ペイはね、こうオリジナルなキャンペーンが多いということで好印象なので第3位にしました。次第2位はペイペイ。今のところ QR コード決済の王者と言っても過言ではないと思います。大規模キャンペーンが多いです。で今後もね、さらに大規模キャンペーンが期待できると思うので、今回は第2位としています。で最後流行る第1位は LINE ペイ。ちょくちょくキャンペーンをしてくれるので、結果的に大規模キャンペーンをするペイペイよりもお得だったりするんですよね。コンビニとのキャンペーンが多いので、毎日コンビニに行くような方なんかはぜひとも LINE ペイを使うことをお勧めします。キャッシュレスはみんなが使い始める前に使うとお得です。これどういうことかというと、ペイペイの100億円あげちゃうキャンペーンなんかが一番わかりやすいんですけども、ああいうキャンペーンってペイペイを利用するユーザーが多ければ多いほどやりづらいキャンペーンなんですよね。今はユーザー数が少なくて、ユーザーをたくさん確保したいからああいうキャンペーンをすると。なのでこれからどんどん QR コード決済のユーザー数が増えてくるにつれて、お得なキャンペーンだったり大規模キャンペーンっていうのは減っていきます。なのでユーザー数が少ない今のうちに早めにキャッシュレスを始めておくことがお得につながるということになります。次回予告、次回はキャッシュというプリペイドカードについてお話したいと思います。これねすごくお得なカードです。上手に使えばいつでもポイント 3% 還元です。詳しくは次回お話したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルはキャッシュレスのお得な情報を発信していくチャンネルです。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。